皆さん、 こんにちは。頑張れ日本全国合同委員会京都本部設立記念大会を開催させていただきましたところ、現在の日本の現状を触れる多くの方々からお集まりいただきまして本当にありがとうございました。2年前に 政権が交代しました。それまでの自民党政権の中にもハト称する怪しい人々もかなりいました。で、しかし政権交代してどうなったのでしょうか。お金はなんぼでもあるということで子ども手当他ですね、 学ぶことを宣言しました。情報公開ということを言いました。人権だ、誰反核だ、平和だ言いましたけれども、情報公開、ニュース案内で挙げましたもんですね。尖閣事件、今度の福島のですね、これはもう完全な人災だと私は思ってますけれども、徹底的な情報 隠蔽をやってるじゃありませんか。で、人権尊重とか言いながらですね、先ほどもお話がありましたけれども、飯舘村のですね、方々の人権というのはどうなってるんでしょう。 私の農業の経験は少しあります。あの方々のですね、家畜はおそらく家族同然だと思います。それを今の政府は見殺しにしているじゃありませんか。餓死しているのを見る、それをそのまま放りっぱなして、 そして避難しようというわけですが、避難してもですね、家を1年閉めっぱなしておけば家はどうなりますか。本当にガタガタになってしまいます。家を閉め切っておけばですね。で、そういうことを考えると本当に今の我が国の状況というのは放置できないところまで来ていると思います。どうかですね、私たち子供や孫のためにですね、一日も早く現在の政権を倒すともにですね、国内に日本を嫌いでですね、外国に売りたい人間がたくさんいるということをですね、知って、それを なんとかそういう分子からですね、守っていくために共に頑張っていこうじゃありませんか。